ライトだな。もちろんだ。私が指導の誘いを断るわけがない。指導とのデートはどこに行っても楽しいからな。それで今日はどこへ行くのだ。また商店街でうまいものか。私は指導と一緒ならどこでもいいぞ。魚がたくさん泳いでいたところか。うん、あの日はなんというかすごく寂しかったのだ。お腹の具合が悪かったのだろう。私も指導と行きたいぞ。指導。そうではない。今日の水族館はどこにも行ったりしないのだな。そうか、ならばよいのだ。何をキョロキョロしているのだ。シド、探し物か。おう、そうか。ではこう、人が多くてははぐれてしまいかねんからな。こうしていれば大丈夫だろ。うむ、では行くか。
まじまじと見て、どうかしたのか？シドウ、いよいよその正体のやつが始まるのだな。おしどり夫婦？なんだそれは。好きな者同士がずっと一緒にいることを誓って暮らすことであろう。あ、そうか。ならば指導と。よちよち歩いてきたぞ。皆さん、お待たせしました。フンボルトペンギンのおしどり夫婦、はっちゃんとぴーちゃんです。はい、2人ともご挨拶してください。2人合わせてご飯を食べないと何にもやる気が起きないんです。はい、わかったわかった、わかりました。はい、どうぞ。美味しいですかね、これでいいでしょ。はい、それじゃあ改めて2人ともご挨拶してください。はい、いきますよ。2人合わせてハッピーです。お姉さんの話聞いていたかな。聞いてないですね。はい、わかりました。お姉さん、大事なこと忘れてました。この二人、実は挨拶できないんでした。おいしどう、
なかなか間抜けな生き物だな、ペンギンというやつは。確かにそうだな。はいはい、2人とも滑り台はやる気あるんですね。じゃあお姉さん、ここは気前よくご飯もたくさんあげちゃう。お、滑り台はできるのか。私もおしどり夫婦というやつになれるのだろうか。私はこの先もずっと指導と一緒にいたい。ダメか？皆さん、お待たせしました。続きまして、ドルフィンスプラッシュショーのお時間です。当館自慢の賢いイルカさん、ご注目くださいね。おお、また始まったぞ。シド、まずは皆さんにご挨拶してください。おお、すごいな、シド。イルカは人の言葉がわかるのか？
はい、上手にできましたね。今日は皆さんに会えてとても機嫌がいいようです。たくさんの拍手ありがとうございます。それでは拍手のお礼に早速ですが、ちょっとサービスタイム。皆さん、ちゃんとカッパは買いましたか？シド、カッパとはなんだ？私たちは身につけてないが、大丈夫なのか？それでは、一発目のご挨拶です。はい、本当か？というのは油断ならぬものだな。シド、何がおかしいのだ？これが当たりなのか？
確かにザッパーンとやられるのは面白いな。早く次のザッパーンが来ないか楽しみになってくるな。私だって好きで濡れたわけでは。これから先トウカちゃんを大切にするっ て何があっても話さないって約束して。小鳥から連絡が来たのではないのか？そうか、なら良いのだが。私はその大声だぞ。
私はまだまだ知らないことばかりで迷惑もたくさんかける。それでもか？しかし私は普通の人間ではないのだぞ。暴走だってするかもしれない。それでも指導、私はずっと指導のそばにいるぞ。私と指導はさっきのペンギンと同じ、そうだ、おしどり夫婦になるのだ。そうだな。